あ、どうもみなさん、こんにちは。さっきの続きです。やっていこう。うん。まあ、こんな感じで。うわ、アイテムこんなくしか持てないの。マジっすか。で、ゴールドが330か。いやー、俺も突っ込んでたけど、あんま突っ込むの良くないんだよな。ここら辺はちょっと地道にっていうか。さあ、ナンバーある。おお、まあ3か。なんか結構上がるんだけどな、ちょっとしょぼいな。3か、まあ、でも消すわけにもいかないしな。力も上がったしな。3かよ。ちょっと3しょぼいな。しょうがない、もうその吟味とかしてないからね。どうしようかな。全然たまらないな。これ中入ったらすぐたまるんだよな。あー、でも550ってやりすぎなのかな。そんなことないよな。鎖ガンマ、ブーメラン買うか。んじゃやりすぎか。ブーメランってまだ複数攻撃じゃないでしょ今の時代。俺4にブーメランあるの知らなかったよ。こうからなんだな。どうしよう。370。買うか。だってちょっと待てねえもんだって。もうブーメランでしょ。ちょっと鎖釜は待ってない。もう待てない。これでいいわ。あ、曲がらないな。だってもう待てないじゃん。これはだからどうなんだろう。あ、木の帽子欲しいな。木の帽子結構防御力上がるよ。だって何もないとこからね、そういう帽子かぶるんだから。盾もそうか。あー、ブーメランでもどうだろうな。失敗したかな。わかんねえ。昔鎖鎌は言ってたけどな。待てねえでしょだって。あー、結構いいパンチだ。あー、ちょっともう回復していくか。すぐなくなるからな。薬草立つか。もういっちゃいっちゃえ。ああ、もうこれだけあるんだったらもうあれ欲しいわ。あのあれが、兜が欲しい。ああ、ちょっと最初良かったんだけど、ちょっと本当はレベル5ぐらいからものすごい上がるんだけどな。 HB 最初良かったんだけどな。あ、何してんのこれ。ああ、もうこれどうしようかな。入ったらすぐなんだけど、もうそろそろ入るよ。
あ、確かね、鎧が中にあるんだったかな。すぐ溜まるでしょ。これも120溜まった。ほらほら。大体覇者があるからもうそんな武器そんな いいのいらないんだよな。これこれこれ、結構上がるぞ。ほらこれ大きいんだって。結構この6は本当に大きい。やっぱりバックアップの発明みたいなのもすごかったよね。それもな、それまでチートみたいなパスワードみたいなのな。もう入ろうか。あれ、あーでもどうしようかな。行かなきゃよかったかな。まあいいや。でこっちが、うん、そうね、こっちが帰り道だな。で、この切り替えのとこがめちゃくちゃエンカウント高いんだよね。なんでかわかんないけど。こっちに行くか。どっち行こう。こっち行くか、まず。確かこっち薬草なんだよな。違うだろ？え？こ、上なんなの？うわあ、あんま食らわない。お、いいねいいね。おお、ほらほら、そうでしょ。ここものすごいね、あの経験も何もものすごいパッと増えるのよ。こう、なんなんだよこれも。もうここの洞窟に入ってるだけですぐにお金が貯まるからね。どうしよう、もう一回戻ろう。結構ビビりだからね。いや、あの経験だけでも結構大きいんだぜ。でここでものすごいいっぱい敵キャラが出てくるときとこう出てこないときと分かれるんだよな。あー、これな、いらないわ。種でしょ。いらない。あー、じゃあ今もらっとくか。今もらって今使うわ。あれ？あ、さ、便利ボタンないんだ。5からか。すぐ使う、これ。あー。だから、これを使ったらいいんだよ。お、いいじゃん。ここは出てこないのかな。もう、でもあれでしょ。結構、ああ、35だったあれか。結構ビビリだからね。最初にやっぱりあれ行きたいんだけどな。あのホイミンさ、これレベル5の割に弱いよね。弱い。
っちゃおうか、行っちゃおう。もう全部でしょ、道具。もう薬草、いつもいいか、それで。いや、いつもやったら遅いな。やっぱちょっと、なんだろうね。収録だったらちょっと違うのかな。いつもここ、もうここ全部制覇してるよ。いつもだったら。ちょっとでもビビりながらやってるしね。あーでもちょっと今きついかな。中途半端だな。あーでもゴールド全然ないじゃん。何ですこれ。あ、こっちか行こうか。あーでもどうしようかな。どっちから行こう。下行くか。あーでもなこれ本当に迷うんだよね。まだちょっと無理だからな。どうしよう。覚えてないと思うよ。確かね。どうだったかな。どうだったっけ。もう覚えてないわ。全然覚えてない。確か真ん中がつながってるんじゃないので、こっちだよな。違うかったっけ。で、なんで敵が出てこないんだよ。あ、外れだ。あ、外れじゃん。ちょっと待ってよ。どうしよう。ちょっとなんか戦わせてよ、じゃあ。どうしようどうしようどうしよう。捨てる感じ。時計捨てて。じゃあ時計捨てて。外れだよ。もう。どうしようかな。っていうか、もう行くしかないよな。絶対こっちだわ。うわー、強いぞ。あー、よかった。あ、横、よくない。こいつもめちゃくちゃ強いんだわ、ほんと。うわうわうわ、やばい。あ、危ね。あ、運がいいわ、やっぱり。そう、経験とかも大きいんだよね。こいつもやばいからな。先生だ。あ、次来る。あーよ、次頼むよ。お、いいじゃん。ほらね。そう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 。あ、 13! 極端だな。あれ、これ間違えてるの。確か合ってると思う。うわうわ、めんどくせ。うわー、めんどくせえ。こう、逃げよう。逃げよう、逃げよう。倒しようがないやん、こんな。うん。
あ、そうそう、これがね、これが、これでも当たりだよ。そうそう、だって600ゴールドで、またね、ホエミ。ここホエミ行きたかったんだけどな。ここも結構当たるよ。レベルも結構いい感じで上がってるな。でもやっぱいつものこと考えたらちょっと遅い。だいたい1時間くらいでクリアしちゃうぜ、これ。でも結構死なないね。中で結構死んだりするんだけどな。こっちのどっかなんだろうな、左右の。あ、ここだ、下だ。下の右で、ホイミンだ。これもうひたすら帰るんだよね。ここ右も行ってないね。あの600っていうの本当当たり。それ大きいじゃん、だって600。あ、こっちだったっけ。右だって行き止まりだもんな。そうでしょ、ほらほら。上から来たかな。出るとき出るんだけどな。ここら辺で敵出て、何回も帰れなくてさ、ここでも出て。あとちょっとだったのに、みたいな。HP チェックを受けるね。13?なんだそりゃ。13も上がるの？極端すぎるな、今回は。で、次また3とか2だよ。まあ3でも2でもいいけど。1とかもあるからね。やっぱりこう確率だから。まずはもう武器なんだよね。まず武器なんだよ。でも鎖釜。この鉄の槍を行かないとこがあれだよね。ミソ。まあ鉄の槍でもいいんだけど。いやいや、もう鎖釜で十、もう鎖釜で十分なんだよ、だから。で、装備だろ。あ、上がんねえじゃん。上がんねえけど、上がんねえけど、そりゃそうだよな。だって、ブーメランと鎖鎌と比べたら2しか上がらないけど、鎖鎌いけないかったらバチンと上がってるわけよ。ね。んで、まずブーメランおるだろ。ここら辺で一気に金が良くなる。だからあの600っていうのはありなんだって。で、まず、ああ、鱗の盾欲しいな。次、鱗の盾だな。本当だったらここで、鱗の盾バチンと買うんだけど、武器が揃ってなかったからね。本当だったらこれ買うんだよ。もうしょうがない。でも、何、強さ、だいぶ強くなったよね。39って言ったらいいんじゃない？うん、守備力も。どうしようかな。もう650でいっちゃった方がいいよね。うん、もうすぐだよ。だって今400でしょ。400でもほらあれって思うでしょ。だってもうブーメラン打ったから結構なるってんだよ。いやでもこれ面白いわ。三章とかはもう一番楽しみ。これでもなんだろうな、ロールプレイングっていうか、作るの本当にうまい。何回やっても面白い。いや、俺ブーメラン買ったの初めてだけどな。どっち、何がいいのだろうな。ブーメランの前にあのなんかあの200ゴールドであれを買うのもいいかもわかんないね。
ちょっと間違えたのかな、それを飛ばしてブーメラン買っちゃったじゃん。それは間違えてるかもわかんない。もうこれはもう後でいい、もう一択だからね。やっぱりもう覚えてるもんね、どこがどうっていうのは覚えてないけど、だいたいじゃあもうここしかないじゃん、こういう意味 100% ここだよ。これどうしよう。あ、やった、これもしょうがない。そう、だいたい一撃ぐらいで倒せないとちょっともうきついんだって、一人だからね。このホイミンの仲間になるのがどんだけ嬉しかったか。ああ、間違いない、ここだよ。このゴミスライムしかやるしかない。そうそう、こう一撃でね、倒せるぐらいでないとちょっとしんどいんだって。だからよくここ、早く行きすぎてよく全滅したもん。だから何回もすぐ帰ってたんだって。なんでここエンカウントをこんなにするの。やったー、それは仲間にするよ。やったー、これがね、なんかものすごい評判だったもんね。それで5で、あれだよ。なんていうかあれしてくれた。あ、こう下が。うわ、やっちゃった。ちょっと待ってよ。ちょっと回復しよう。やった。これずるくないから。これ作戦だからね。なんで鎖釜かっていうと、もういらないんだって、覇者があるから。だから覇者ってさ、これもなんていうの、強いの大きすぎ。まあでも55に対して55に対して35って、まあそんなもんだよな。これがもうちょっと低かったらきついんだよね、なんか。何にもなかった。一回調べてみたかったんだね。ホイミンの糞とかあったらね、最悪だけど。それは、ホイミンは、あんまりいじめないでくれよ。お頼むぜ。こっからバチンバチン、ああ、あれあれ、ああ、まあまあいいわ。こっからバチンバチン上がるんだけど。ちょ、だから強すぎるのかな。ああ、まあでも、まあ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 、6で60でしょ。まあまあこんなもん。あ、7で60か。え、ちょっと少なくね。こんなもん。あ、こんなもんか。だいたいね、一撃で倒せるぐらいでないとダメなんだって。で、これもうね、一回この中入ったほら640でしょ。まあ、こうなると洞窟の中にずっと痛くなるんだよな。カリシナなんかエンカウント増えてるような気がするけどね。さっきエンカウント少なすぎたよな。
あれ、なんだろう、入った時になんか乱数引っ込むのかな、よくわかんないけど。そうそう、これぐらいね、洞窟で出てくるのが普通なんだよ。だから600ゴールドのところに行くのはまず、一番、最初に行った方がいいよね。だって地上に戻ったらもう、回復アイテムじゃないか、防具変えるし。ほんとはここで来てた時にもう、ね、自腹で武器ぐらい買ってなってダメなんだよ。ここもさあ、ここもエンカウント結構多くて帰れなかったこともあるけどね。何なんだろうな、出るときと出ないときと。あ、今日ちょっと時間かかってるな。まあ、別に急ぐ旅じゃないから。一章は編集なしです。もう2章から編集入れていく。こんなね。でもレベル上げしながら洞窟行かなきゃいけない。そういうのどうするんだろうな。だからそこら辺がめんどくさいんだよね。そういう風に考えたら。編集でいちいちね、戦闘のとこだけカットしてたらそんな YouTuber じゃあるまいし。ほらね、715でしょ。さっき450くらいだったんじゃない。だからここら辺からもう本当に、ぐっと進むからね。だからここら辺でうまい下手が出るんだよ。よく買うわけよね。でもこれも最強じゃん。この後はもうあれだけ。鉄の鎧だけ。え？あー、そうかそうか。ホーミー無理でしょ。はは。あ、俺初めて聞いたわ、なんだ、コメント。結構、なんだろう、言葉は結構入れてるんだな、堀裕二。もちろんもちろんいい、話さないで話さないで。違う違う、どうだね。装備、そうそう、装備。40でしょ、でしょ。で、ほら。バーン。これで、もう本当に強くなる。今、すごい上がったんじゃない？まあ、3パートになるかな？だいたいまあまあ60って言ったらまあ悪くないよね。どこだい。もうこうなったらね、あとはもう消化試合だな。ホイミンはいるしさ。だからもう完全にもうモードが変わって、要は何、レベル上げ、レベル上げプラスお金稼ぎだよな。だから昔みたいにこうもうおど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 こう帰れるかどうかビビりながら、そういうのはもう一切ないね。もう鎖片もいらないからね。鎖片だみたいじゃないや、鎖鎌で。約束なんだけど、どうしよう。約束使うか。結構そういうのまで覚えてるっていう。
こんなドラクエだけが一人勝ちしたんだろうな。うわ、やばいやばい、それやめてよ。ずるいずるい。よかった。そう、これ一撃で倒せるくらいになったら、またこれここは面白くなってくるんだよな。結構ね、エンカウントするときするでしょ。ああ、もうやめようか。大体30分くらいでやめるって決めてるから。よし、それでは一旦、切りたいと思います。ありがとうございました。